今日は東京発と小育ツアーの個性豊かな街蒲田編ということで蒲田の街をぶらりしてみようと思っております。蒲田というと、そう、羽田空港からのアクセスが良くてですね、電車でだいたい10分くらいかな。なのでどちらかというとこう通過してしまう街のイメージは強いんですが、ここは蒲田行進曲だったり砂の器だったり梅ちゃん先生の舞台でも話題になりましたよね。一歩路地を入るとディープなものがたくさんあるんですよ。まさに今日の旅のタイトルにふさわしい個性豊かな街、一体何に出会えるのか、今日も最後までお付き合いください。どうですか、蒲田園、これ特徴としては何があると言ったらいいですか。まず一番の特徴は幸せの観覧車で都内唯一の観覧車があるのが特徴ですね。もうね、気になってしょうがなかった本当ですか。地元のお客様とかに愛されてる観覧車になりますね。蒲田の町の人たちにとってはもうシンボルなんでしょうね。そうですね、愛していただいて大事にしていただいております。どうでしょうね、実際に我々も乗ってみましょうか。ぜひぜひ。ありがとうございます。この速度もゆっくりでいいですね。そうですね、この辺に住んでるお客様がうちのほとんどお客様なので。そうなんだ、景色いいですね。今日はすごく天気がいいので、晴れてると富士山が見えるなんて話も来ましたし、ね、本当に遠くまで一望できますね。こちらはですね、1920年から1936年にかけて、この地にありました松竹、蒲田撮影所の一部門ですね。そうなんですよ、ここで実際にじゃあ映画が撮られていた。そうですね、1920年から36年にかけて、だいたい約1200本ぐらいの映画が作られましたほとんどですね、こちらは現代劇が中心です。しかも、女優さんを中心にしたですね、非常にモダンなですね、テンポのいい、作品を作ってましたので、まあ、当時流行は蒲田からと言われたような、言葉があるぐらいですね、時代に先端を行く、まあ、映画制作をしていた場所ということになりますね。そうだったですか、流行は蒲田からってすごいですね。ご覧いただきますと分かりますように、ちゃんと松竹橋というふうに本当だ、はい、刻まれてますね。ホールの中にね、この親柱があるっていうことは非常にありがたいことですね。確かに、はい、意味合いがまた出てきますもんね。そうですね、当時の撮影所がこの街の個性を作っていったっていうのは間違いないんですもんね。そうですね、はい。1920年、大正9年に蒲田で創業いたしました。ひょっとして撮影所とすごく近くにありました。はい、撮影所はお隣にありました。お隣さんだったんですか。当社は食品や化粧品などに使われる香りを作る香料の製造会社です。ちなみになんですが、こちらにギャラリーもあるというふうにお伺いしていて、はい、そちらもご案内いただいてもよろしいですか。はい、わかりました。よろしくお願いします。こちらのギャラリーは何を展示されてるんですか。はい、日本の小道具、それから香炉、香合、それから世界の香油瓶、香水瓶、そして当社の創業者のちょっとした資料などもございます。香道具っていう、はい、香道をするときに使うお道具です。これを使って香を引く遊びをするんです。かなり希少なものもありますしね。いやー、ちょっとこれ僕ご案内していただいてありがたかったです。なんかすごくいいものを見せていただいたので。香りは生活を豊かにするものだと思いますので、はい、気に留めていただけると嬉しいです。あ、でもなんか松竹の蒲田の撮影所の前に流れていたのが逆さ川でしたから、何かそれの名残があるのかもしれませんね。路地を突き当たっても路地なんだよ入り組んでんなこの辺、面白いな。この羽根付き餃子自体は、はい、創業当時からあるメニュー。そうです、そうです、創業当時から。でもやっぱりニーハオが発祥なんですね。はい、そうです、ね、力強かったそうです、今のは力強かったよ味自体はもう創業の時から変わってないですか。変わってないですね、はい。レシピも、レシピも変わってないですね。ということはここに来るお客さんたちはもう安心してこの味を楽しみに来るわけですね。そうです、創業もして30年ですね。30年ずっと変わらず。30年変わんないんだ。その羽根付き餃子食べてみたいな。
2代目お願いしてもいいですか。はい、わかりました。じゃあ今焼いていきます。ありがとうございます。出来たて熱々ですよね。熱いですよ。いいですか、羽をちょっと割りますよ。いい音するな。熱いですよね。いただきます。ジューシーで美味しい。すごいね、肉汁がたっぷり。あっさりしてる。美味しい、めっちゃくちゃ美味しい。うん。今までいろいろなどこ行くで街巡りましたけれども、蒲田っていうのは本当にここで暮らす人たちがその個性を作り上げていったのがよくわかる街でしたね。そこかしこに街の歴史があって、で懐が深いんだろうなっていうのもよくわかりました。皆さんもぜひ。というわけで、矢月田オンザロード旅人は、イモムネユキでした。